ちひろしか洞窟に入るカメラマンと照明さんの後に入る洞窟の中には白骨が転がる何かで磨いたようなピカピカの白骨が転がるすると突然頭の上から怖い蛇が襲ってくるなぜか不思議なことに尻尾から落ちてくる蛇の攻撃避けると動かないサソリが襲ってくるサソリの次は毒蜘蛛だヒロシは素手で払い落とす行け川口博士どんと行け